どうも、うずです。今日はいつもと違ってガジェットの話じゃないんですけれども、味のマルタイっていうメーカーからちょっと商品をご提供いただきまして、その動画を上げたいと思います。食レポ？食品？たまに食べてる系の動画やりますけど、あれだと思ってください。で、今回提供していただいた品が2つ、マルタイの皿うどん、パイタン味で、もう一つ、マルタイの皿うどん、シーフード味。パッケージね、結構おしゃれなんですけどね、こういうのがね、お店で売ってたらね、ちょっとチェックしてみてください。九州だとね、結構メジャーな商品だそうです。で、軽くちょっと会社のこと触れとくとね、関東の人あんまり知らない人が多いと思うんで、私もね、知らなかった。で、このマルタイっていう会社は昭和35年の設立以来、即席麺のパイオニアとして高品質で魅力のある商品の提供に努めてまいりましたということで、なかなかね、私もね、家のそばのスーパー行ってみたら、マルタイさんのこの食品っていう、このパッケージじゃないんだけどね、違うパッケージの、即席麺がやっぱりありました。だから何気にね、気にしてなかったけど、ちゃんと置いてあるんですよ。まあでも、私の動画あんまり細かいことはね、ああだこうだ言わない動画ですので、まあ、早速ちょっとこちらで皿うどん作ってみようと思います。で、これポイントなんですけど、これ裏面に書いてあるんですけど、すごいね、作り方が簡単。これね、ここ裏面見てもらうと分かるんだけど、すごい簡単。中に入ってる具をお湯でね、120ml かな、こうよくね、溶かしてあげて、うどんにかけて食べるだけという。で、ここでちょっとポイントがね、ちょっと今回は一品足しやってみて、まあ、どうなるかを試してみたいと思います。一品足し用の品を買ってきます。間違えたらさ、こうやってやってもいいんだよ。これいいの？クイズやってる？スタンブラリー？無視すんの？クイズね。はい、どうぞ。はい、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 じゃあ、1階に降りてきて、今こちら皿うどんを早速ちょっと作ってみたいと思います。ナイス。じゃあ、今回最初にやるのがこっち、パイタン、パイタンの方行ってみたいと思います。こっちもやっていい？じゃあ、こちら作り方さっき紹介したみたいに簡単にできるということなので、まず開けてみましょう、中身。はい、開けてみると早速麺、面白いですね。麺がこんな感じで入ってます。これがね、創業昭和35年の歴史を持つ麺ということで、お皿に盛っておいてみましょう。これがあんかけ具です。あんかけ具ね、あんかけ、あんかけ具。あんかけ具なんてやってない。待って、じゃあこれ皿に先にこれ移すから、これをね、お皿に乗っけとくんだよ、きっと。これあんかけ具、なんかパラパラしてて、なんかね、面白いね。で、こちらのあんかけ具はフリーズドライ製法ということで、お湯にね、すぐ溶かせるということなので、ちょっとこちらを入れてみましょう。こっちは何も入ってない、ちょっともう空ですね。すごい、すぐ溶ける。溶けた。で、溶けたらとろみがつくまでしっかり混ぜるって書いてありました。とろみ、お、すごい、なんかもう出てきた。トロトロしてる。とろみがつくまで60秒目安あって、あ、結構60秒。ちょっと1分混ぜてみましょう。測れよかったね。タワーになりました。これ4パックありました。君たちは自由だね。なんで？こちらなんですけれども、いい感じでとろみが出てきたので、ちょっと麺にかけてみたいと思います。麺を皿に乗っけて軽くほぐし、丸一のあんかけ具をかけて出来上がり。はい、じゃあこのあんかけ具を麺にそのままドバッてかけてみます。はい、ドバ入ってるよ、リアさん入ってるじゃん。お、すごい、うずぎ。面白いね。ここカットします。なんでここカット？ここカットしないの？するわけないじゃん。はい、できたのがこんな感じです。いい感じで餡がかかった麺になってます。これ美味しそうだよ、結構。あなたさん、やけどしますよ。はい、どいてどいて。これちょっとね、試しにね、味見してみたいと思います。あ、すごいシャキシャキしてる。あ、パキ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 。ちょっとパパ食ってみるよ。リアも食べる。あ、うまい。よっしゃ、よっしゃ、食べて。まあ、リアちゃんから行こうか、先に。熱くないよ。どう？何熱くない？美味しい。美味しいね。はい、リアちゃん。爆。どう？うまい。なんだそれ。これ何のためにリアちゃん。で、今回はちょっとこちらにちょい足しっていうのをね、してみたいと思ったので、こちら、柚子胡椒買ってみました。柚子胡椒。結構ね、しょっぱいやつ。これをちょっと乗っけて食ってみようかなと思います。絶対合うよ、柚子胡椒。あ、うれしそう。柚子胡椒ちょっと乗っけてみますね。ぴょっぴょっぴょっ。
で、これを混ぜる。混ぜる。混ぜる。ちょっと待って、でも柚子胡椒入れるときっとリアさんたちは辛くて食えないよ。そうかな。じゃあちょっと柚子胡椒が乗ったやつを食べてみますね。待って、一回パパ試して。ちょっとでいい。うん。何？言葉を失ったよ、うん、いや、うまいよ。なんか柚子のね、香りがちゃんとついた。ちょっとでいい。いいよ、これちょっと食べてみな。なんで、柚子苦手？な、食うなよ。で、さっき言ってたあのフリーズドライ製法っていうもので作られてるあの具と、あと麺なんですけど、麺はまあフリーズドライじゃないんだけど、すごいなんかね、美味しい。食感もすごい確かで、うまいよこれ。作り方は同じだ。同じだよ。水飲んでいいな。うずさんはですね、こちらはあの柚子胡椒を入れた方がね好きです。どいてどいて。子供にはちょっとね、柚子胡椒がね多いとね、こんな感じになっちゃいます。どいてどいて。はい、じゃあこんな形でちょっと簡単に味の丸太さんの皿うどんを試してみたんですけど、今回はちょっとね、こちらの白湯味を一味柚子胡椒を加えて食べてみたんですが、こちらの海鮮味っていうのもありますので、これはこの後また実際に自分で食べてみたいと思います。で、こちらの丸太の皿うどん、私のうちのそばのスーパーとか、あとはちょっとねイオン系のショップでも売ってましたので、もし目にする機会があったらぜひ一度試してみてください。本当に簡単にできて美味しい面白いうどんでございました。皿うどん。でも柚子胡椒でベロがやられた。リアさんはちょっと柚子胡椒でねベロやられてしまったんですけど、だからちょっとでいいって言ったんじゃんごめんね。いろんなねちょい足しレシピっていうのも多分やれると思いますので、いろいろアレンジしたものを作ってみてもいいと思います。子供と一緒でも楽しめると思います。ゆうちゃん楽しかった？うん、うん、何もしてないけどね。で、ちょっと待って、ゆうちゃんこれ食べてないよねまだね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は、棒ラーメンでおなじみ皿うどんのメーカーとして有名な九州福岡の丸太があんかけ具付きの皿うどんを新発売したということで動画コンテストに参加させていただきました。お湯をかけて60秒かき混ぜるだけでの簡単クッキング、パイタン味とシーフード味、2種類ありまして、それぞれで楽しめそうだなって思いました。今回はね、娘たちと一緒に協力して動画作れたので非常に楽しかったです。ではまた別の動画で、バイバイ。